MLB、ドジャース6、サンヤンキース。日本時間26日、ロサンゼルス。目を大きく見開いた。ドジャース、大谷翔平は右翼スタンドへ各く放物線を見つめ、三塁ベンチからスキップするように三塁ベンチから飛び出した。1点を追う延長10回にフリーマンが逆転サヨナラ満塁弾。ワールドシリーズ第一戦を劇的勝利で飾った。実際の映像、カモン。 カモン劇的勝利に雄たけび大谷翔平さよならの瞬間に見せた進行形ダブルコート最高のホームランで最高の勝ち方を一戦目に持ってこられたんじゃないかなと思います NHK のインタビューでは顔を真っ赤に大粒の汗を流しながら言葉をつないだ劣勢の空気を吹き飛ばした一点を追う8回1し右腕ケインリーの外角チェンジアップを捉え 右翼フェンス直撃の二塁打を放った。敵室の間に三塁へ進塁、続くベッツの中二比で一時同点のホームを踏み、本拠地をドットを沸かせた。いい打席だったんじゃないかなと思う、一死で三塁まで来られたのは大きかったかなと思います。4打席目で生まれたワールドシリーズ初安打、日本選手では2014年ロイヤルズ、青木宣近以来10年ぶりの WS 安打となった。 価値のああるボンダもあった1点を追う延長10回1・1・2塁ではサワン・コルテスの真ん中フォーシームに反応したが左ジャヒに左翼ベルドゥーモがスタンドに飛び込んで候補する間に2走テイラーと1層エドマンはそれぞれ進塁した1塁ベースが空いたことでベッツは敬遠フリーマンの劇団につながった勝てば何でもいい自分が打てなくても有意義なアウトならオッケー 形はどうであれ、前日会見でこう語っていた通り、有言実行の打撃となった。あと1死で敗戦のところから劇的勝利、ベッツやテオスカー・ヘルナンデスら多くの同僚が取材を受ける中、17番は勝利の余韻に浸ることなく、試合終了から約22分後にキロに着いた。悲願まであと3勝だ。